現状これ以上はちょっと望みようがないかな。このキャスト感だって俺ほぼ振ってないもん。グラスって反発力弱いから結構振らないといけないみたいなとこあるけど、こんだけ片手でただコンパクトにひょいって回すだけでね、リールの良さもあるけど、キャストが決まるっていうのはやっぱりこれだけで釣れる要素でしょ。キャストしてでパッと持ち替えて2フィンガー、そこから3フィンガーとかっていう持ち替えがしやすい、この新しいリールシートっていうのが、このキャスト精度出せないとやっぱり今時のハードルアーはきついっすよ。いくら乗りがいいからっつってキャスト決まんないロッドじゃダメ。来た来た来た、バスだと思う。来た来た来た、ほらバスだ。こんにちは、川村幸太郎です。今期スティールロッドがフルモデルチェンジしたんですけども、それに伴って僕が監修しているショアコンペッションも、2機種追加となっています。でこのショアコンペッションっていうシリーズは、まあ、僕が、今おかっぱりで、まあ、釣るのが年々難しくなっていく中でも釣り勝てるロッドっていうのを目指して、開発を進めているシリーズになります。今回紹介する2機種もこだわりが詰まってますのでぜひご覧ください。まずはライトニング66、こちらはハードプラグ用に監修したロッドなんですけども、実はこれこそ一番バーサタイルロッドに盛り込めない要素でした。例えばバーサタイルで、ファイアウルフってあるんですけども、あのロッドクランクベイトを除けばそれ以外のルアーは80点から100点の、感覚で使えるんですけども、ああいったワームまで扱えるロッドっていうと必要な感度とかフッキングパワーとか張りの強さっていうのが、ことクランクベイトに関してはマイナスに働いてしまう。だから、クランクベイト用はそれだけになってしまったとしても専用にこしらえる必要がありました。その代わり、ショアコンペッションである以上そこでのハードプラグの中での汎用性は最大限に持たせたことです。じゃあその汎用性どういうルアーを実際イメージしたかなんですけども、軽いところもしくはアクションがタイトなところっていうことで言うと、実際このシャットクランク自重が 7g ぐらい、アクションもタイトです。こういったところを加減に、上限は、まあ、これまた引き抵抗とルアーの自重2つ設けて、引き抵抗で言うとこれ実際 RTO 1.5 っていうクランクベイトなんですけども、まあ、やや大きめのクランクベイトで、今度自重でいうとポンパドール、自重が 22g ぐらいです。これを重さの上限とした。でこの範疇を扱えるとハードプラグとしてはほぼほぼ網羅できる。これよりも軽くなってしまうと、スピニングで扱うシャットプラグなんかになってくるし、あとガストネードの 70mm クラスとか、ね、で、このクラスよりも重くなってくるとビッグベイトの領域に近づいていくと。だそれはそれぞれのタックルがあって、それ以外の大半を網羅できるっていうのが、このライトニング66になります。でそのためにまあ言っても結構な幅広さになるんで、これらを快適に扱えるってことね。実際にはもうちょっと軽くとかもうちょっと重くも扱えるんですけども、この快適性を持たせていくと、まあ、これねグラスコンポジットロッドなんですけども、それ以外のハードベイトに適していると言われる素材、低弾性カーボン、台話でいうところのロームテラス、あとは、フルグラス、実際に全てサンプルアップもしてこれらのルアーを使い比べました。で結果グラスコンポジットになったんですけども、かつてやってますブラックレーベルプラスで同じ 6.6 フィートのミディアムライトのグラスコンポジットをやっているんですけども、改めてこれも、テスト素材として加えてもちろん超えなきゃいけない。でどう超えていきたいかというところは、これ
やった時って今よりもまだ釣れた時代だから、ブリブリアクションするクランクベイトなんかでも、それを基準として巻いていけた頃だったんですけども、その頃よりも、まあ、タフ化して、中心となるルアーが、ワイドに泳ぐクランクベイトよりはタイトアクションのシャットクランクの方が、実際よく使うようになってきたというところで、そこへのより軽いよりタイトアクションへの対応力は上げなければ、今この時代のショアコンペッションとしてはダメだろうと。その代わり、じゃあその上限が降りてきてしまうっていうのは嫌だったんですよ。やはりよく使うこのクラスのクローラーベイトとかね、フルサイズのクランクベイトも同様に快適に扱えなきゃいけない。だから汎用性は広がったことになります。最近クランクベイトでもただ巻きだけじゃなくて、スイッチなんかの細かい操作もよくやるんですけど、それもしやすいのがこのロッドで、ボヨンボヨンしたグラスティップだと、まあ、手首も疲れるし、帰りも遅いからキレの良いこう首振りとか平打ちってできないんですけど、非常にやりやすいです。で、試しにジャークベイトいけるかなと思ってやってみたらいけました。で、ちゃんとルアーも水槽でも確認したんですけど、キレのあるアクションが出てた。だ、そういった意味でも汎用性が広い、その操作性の汎用性とルアーの汎用性も、だからクランクベイトを一番イメージして監修したロッドなんですけど、操作系の他だとポッパーとかその辺もいい動き出せます。低弾性カーボン良さはあります。細身に、振り抜きやすい、軽いシャットクランクなんかに非常に向いている、細かいアクションでも手元に伝わりやすい、ね、キャスタビリティもシャープに振り切れていいですと、ね、ブレもグラスのようにボヨンと来ないんで、ピタッとしたキャストを決めやすいんですけれども、汎用性っていうところで言うと狭くなってしまう。じゃあこういったシャットクランクに標準を合わせていくと、非抵抗の強いクランクベイトなんかを使った時に、もう巻いてる時にもう引き抵抗がアングラー側に来すぎてしまって、巻くのがちょっと疲れてしまうぞとか、要はクッション性がちょっとね足りてこないとか、もうぐにゃっと曲がり込んでしまって、そもそもノリの良さを発揮できないと。で、やっぱそのノリの良さで言うと、いくら低弾性カーボンとは言ってもグラスにはかなわないです。じゃあフルグラスっていうと、今度こういったタイトアクションを手元で感じにくいとか、ウェイトがしっかりあったルアーであればキャスト的確に決めることも可能なんですけども、じゃあ軽いシャットクランカーを投げた時にやっぱキャストがブレて決まりにくいとか、ちょっと力で押し込んでやんなきゃいけないっていう部分もあったりと、やっぱりどちらかというとクランクベイト専用ロッドになっちゃうんですよ。で、グラスコンポジットにすることでそれぞれの、まあ、いいところ取りをできるとね、バスが食べて反転する水柱性、間を作ってくれるこのグラスティップに、下はカーボンならではのシャープさと必要な感度、ね、があり、でワンハンドでも振り切れる、バックハンドなんかでも投げやすい軽量感があると。しかしグラスロッド振ってるとは思えないね。グラスコンポジットだけど、この軽快さはグラスとは思えない。やっぱこう軽いプラグキャストするのにワンハンドで振り切った方が投げやすいっていうのがあるから、それができるっていうのがいいね。お互いのいいところって言ってやっぱグラスコンポジットが理にかなっていました。ただそれ過去にやってるし、それこそもう昔からいろんなメーカーであるロッドなんで、そこでの新しく作るアドバンテージ、ダイワにありました。で、そのグラス素材の部分でいうと、SVF グラスっていうね、とても、まあ、樹脂量を極限まで抑えて、より軽くシャープに仕上げることができるグラス素材のネガティブな部分を排除しつつもグラスの良さの低反発だけ生かすことができるっていう、
メリットがあります。そして、ローモデラス、ね、低弾性カーボンを合わせることによって、まあ、全体的なクッション性は持たせているので、まあ、乗りはいいし、キャストの時には、軽めのルアーでもロッドがしっかりルアーのウェイトを背負って弾き出してくれる。でこの時にもう一つダイワならではのメリットが生きたのが、X45 フルシールド。こちらね、今回からティップまで全て入っていると、これまでも、ブラックレベルプラスの時も X45 入ってるんですけども、こちらはフルで入っていたわけではなくて、その時よりもよりロッド全体の、ネジでブレってものは起きないブランクスに仕上がっていると。でこれの効果で僕実際テストで、ありなしを同じ番手のロッドで比べたんですけども、でダイワの開発者からどっちがフルシールドかどうかって言われずに投げ比べて一投で違いが分かりました。で分かったのって、実際目標物杭を見立ててそこに10投キャストして、もうその精度の高さを見たんですけども、10投するまでもなく1投で分かりました。もうそのピシッと芯の通ったもう振り抜き感から弾道が違うと。これってね、ネジで押さえてキャストがブレにくいってことを売りにしてるんですけども、それだけじゃなくて結局ブレない、力をロックしにくいからこそ飛距離も出ました。ってことはより軽い力で必要な距離が出せるってことは、その分、精度に回せるってことです。やっぱショアコンペである以上そこは譲れない。で見ての通り片手でひょいひょい投げれるこの軽さっていうのも 6.6 あって、それも軽いルアーって片手の方が投げやすかったりするんで、キャストが決まりやすいロッドって大胆になれるね。おかっぱりでハードプラグ引っ掛けるの嫌じゃないですか。だからそうそう、これブレるロッドじゃ嫌だもん、際どいとこ投げんので。長さこれ 6.6 フィートなんですけども、本来ね、もしじゃフルグラスで 6.6 やったら結構重くなります。要はグラスのネガティブな部分が長くなると出やすくなるんですよ。でそれを 6.4 フィートぐらいも考えました。でもそうするとやっぱショアコンペッションでいろんなシチュエーションでキャストするってことを考えると 6.4 だと精度は出やすいんですけども、距離投げたいって時に物足りなさを感じてしまう。あとはちょっとこうおかっぱりなんかで立ち位置が限られてトレースコース手伸ばしてこう巻くとかあるんですけど、そういった時にやっぱ短いほどその距離幅の調整が出にくくなるんで、まあ、そういったところを鑑みてやっぱり 6.6 フィートってちょうどいいなというところで、やっぱりこの結論に落ち着いたというところ、まあ、このグリップのね長さも、まあ、これワンハンドで振りやすい、ね、バックハンドでも振りやすいんですけど、ダブルハンドでも振るんで、その時のちょうどいい長さです。で例えば、ね、今ちょうど防寒着着て、でライフジャケットなんかつけてると、まあ、これ防寒着に限らずね、やっぱこの部分が服が結構膨らんでくると。で腕を畳んだ姿勢でコンパクトに振るとグリップエンドがねこの衣類に擦れると煩わしいんですよ。ところでもいいフォームでキャストしやすい、ちょうどいい長さを詰めてます。でセパレートにしなかった、そっちの方がねメーカーさん曰く受けはいいらしいんですが、ちょっと短く持ってキャストしたい時とかあるんですよ。時にどこを持ってもちゃんとこのグリップがある棒になんないっていうので、まあ、このストレッタイプちょっとねテーパーはしてますけども、この形がいいと。で、グリップエンド、これ過去のスティーズだと、ね、まあ、スティーズに限らずですけど、まあ、こういったリングがあっていてちょっと角っぽくなる。でそれもここをね引き手のようにして振る、むしろ引き手の方はトリガーで支点にしてるって感じで、ここ引き手として結構使うんで、ラウンドシェイプね、優しい触りにしているっていうところですね。で、今回ベイトンスピニングもリールシートから開発に関わらせてもらって、僕もともとダイワのエアビームってリールシートが一番好きで、
薄くて、でワンツースリーどう握ってもフィットするで、リールシート自体も軽いしこの上ないなと思ってるんですけども、唯一トリガーだけちょっと長いなと思ってました。でその辺も、まあ、よりベースとしてエアビームをより良くしたいなっていう細かな調整もしていったんですけども、実際それでもうどう持ってもどのキャストの場面でもリーディングの場面でもトリガーを持ち替える場面でもよりスムーズに行える素晴らしいリールシートに仕上がったなと思います。ワンフィンガーからポッてツーフィンガーどころか、ワンからポッて一気にスリーフィンガーもやりやすい。でこう巻き物ってやっぱこうスリーフィンガーでしっかり包み込んだ方がしっかり巻けるから、このトリガーが低いのと、でこのリールシートが薄いんですけどフラットでやりやすいし、どう持ってもフィットする、相当細かくやったもんね。投げやすさと握りやすさ、もうその場でペーパーかけてね、うん、あこの段差がないのいいね。だけど指に全てフィットするっていう、こういったねよりブランクスもリールシートも進化してるんですけども、もう一つ気持ちの中で綺麗なロッドにしたいなと。で、まあ、僕が釣り具屋さんに行って、まあ、どうしてもこう僕が選ぶ側だったらこれ大変だぞと。でこれからはショアコンペッションも一本一本ロッドの色を変えようと。それによってロッドの個性がより際立つし、パッとこう、ただ僕ボートもやるんで、その時にもう判別がつくので、そうしたいなと思ったんですけども、今回からねこの2本は室内で見ると落ち着いた色合いですと。黒に近いテイストではあるんですよ。だけどフィールドに出て太陽の光を浴びるとものすごく綺麗な色が出る。でそれってその色の変化ですよね。で初めから派手にしてしまうと好き嫌いも出るだろうし、僕自身それは望んでいなくて、フィールドでふわーってこう色が変化して、その綺麗な色で、ライトニング66は、ブラウンとレッドの中間色で、その中でいろんな細かく調整をしてもらったのを実際太陽の下で見なきゃいけないんで、室内で見比べたんじゃなくて、ロッド開発の今井さんと野外でねその都度見比べて選んだ色になります。来た岸際で来た。こういうバイトがバレやすいんだ、ピックアップバイト。あでもしっかり出るわ、グラスティップがねがっぷり活かしてくれた。よし、ピックアップ寸前。でこういうバイトって乗せにくいんですけど、まあ、グラスティップノン系かな、ダブルでしっかりかかりました。こういったピックアップバイトって乗りにくい、バレやすい、やっぱりクッションが効きにくいんで一瞬乗ってバレちゃうっていうのが起きやすいんですよ。でそこでアングラー側も、ピックアップで回収早く巻くんじゃなくて、むしろ最後の食わせどころとしてちょっとリットリーブスピード緩めて食わせやすくしてやるとか、あとは、ロッドで追い引きしてやるとかで、不意をつかれたバイトだとこっち側もびっくりして引っ張り返しちゃうんで、それもバレの原因になるんですけど、そうじゃなくてここで食わせるっていう意識があると、まあフッキングも入れやすい。ただクッション性に関しては
ぱロッドによるところグラスティップの追従性で、間が短くてもパスが食って反転する余裕がまだあるっていうのが、まあ、乗りやすさと、仮に今のはダブルでかかってましたけどリアフック一本がかりでもバレにくい、ああいうバイトはねまさにです。